はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、武藤優儀です。さあ本日なんですが、皆さんこのトイボックスというカードはご存知でしょうか。これなんか1個か2個ぐらい前のパックで実装された謎カードなんですけど、このトイボックスの可能性を今回はちょっと皆さんにお披露目していきたいなと思いまして、このカードどういうカードかっていうと、一旦に一度、どっちかから選択して発動できますよってことで、もともとのカード名にトイを含む魔法カード扱いで手札から魔法トラップに置けるカード、これを魔法トラップ魔法カード扱いで自分の魔法トラップゾーンに置きますよと。でトイってモンスターはどういうモンスターかっていうと、このトイソルジャーとか、トイタンクみたいなカードになってまして、こいつらが魔法トラップカードで魔法カード扱いで置けるんですけど、魔法トラップゾーンに、魔法トラップゾーンにセットされたこのカードが墓地へ送られると特殊召喚できるよっていう効果があって、で3番目にこういう効果を持ってて、トイソルジャーだったらなんか、トイボックス加えたりとか、光属性レベル4を加えたりとかっていう動きができたり、あと、トイタンケも同じように、特殊召喚できる効果と、あとリリースすると手札からレベル6以下のモンスター特殊召喚できるっていう効果で、トイボックスが存在していると墓地からレベル6以下のモンスター特殊召喚できるみたいな効果になってます。だから動きとしてはトイボックスの効果によってトイモンスターを魔法カード扱いで魔法トラップゾーンにセットして、でそのカードを、まあ、トイボックスちなみに名称指定はないので、違うカード発動すればもう1回いけるんで、まあ、トイボックスの効果でその魔法トラップゾーンのカード2枚破壊して展開していくみたいな感じで、トイボックス と、何が組み合わさった場合に強いかっていうと、これ魔法トラップゾーンから墓地を送れればいいんで、魔法トラップゾーンからカード墓地を送りつつドローできるカードがあるんですよね。それがマジシャンズソウルズです。マジシャンズソウルズは、魔法トラップカードを2枚フェード浄化手札から墓地を送ることによって2枚まで、墓地を送った数だけドローできると。だからマジシャンズソウルズとトイボックスが揃った場合って、トイボックスでここ2枚置いてからソウルズでここ2枚墓地を送りつつドローすることによって、なんか2枚ドローしながら2体特殊召喚するっていうなんか意味不明な最強コンボができるんですよね。でしかもこれ召喚権を使っておりません、一切。これめっちゃくちゃ強いじゃないですか。でソウルズが入るデッキ何かって思ったら、ブラックマジシャンだったんですよね。なので一応ブラックマジシャンデッキにトイボックスギミックを採用したデッキを今回は組んできました。これ使ってる感じ、まあ、後手だとちょっとあれなんだけど、先行でこれ揃った時結構強くて、まあちょっと動かし方は見ていただければなと思いますので、やっていきましょう。早速デュエルスタンバイ。いやー揃ってる、いけるぞ、これは揃ってる、ワンチャンある。トイボック発動で、トイボ発動する。でトイボの効果置きます。いやなんかあるね、これなんかあるわ、なんかがある。トイタンク、そしてトイソルジャー、その謎のカードを2枚置いていく。あまりにも謎のすぎるカードを置いて、でそしてマジシャンズサルベーションの効果、サルベの効果によってカードをセッティングで、さらに、イリュージョンオブカオスの効果発動、イリュージョンオブカオスの効果によって、マジシャンズソウルズを手札に加え、そしてイリュージョン、あこれシャッフルされねえか、これ間違えたわ、ちょっと待って、マジシャンズサルベーション使うタイミング間違えた、まあいいか、マジシャンズソウルズの効果発動、マジシャンズソウルズの効果によってブラックマジシャン墓地の送り、あらあら、マジシャンズソウルズ、なんかこれ一生チェンジだよ、これ何これ、キリン、これマジシャンズソウルズの効果、マジシャンズソウルズの効果によりフィールド上の、マジックトラップカードを2枚墓地を送って、カードを2枚だろう、ぜーん。そしてトイタンクとトイソルジャーの効果を両方とも発動するぜ。まあこれどっちか先でもいいな。これによって自分の墓地から魔法トラップゾーン状態で送られたトイモンスターは墓地から、いや、ここで G なんだ。もっと早めに投げた方がいいのではって話だけど、あガンマケアしてんのかな。いやでも言うてこれ2枚ドローされたら占い引かれてる確率まあまあ高えぞ。やった、なんか知んないけどなんか謎のタイミングで G 投げてくれたらなんかケアできたわ。でトイタンクでトイソルジャー、ああで、トイソルジャーの効果、レベル4光属性を手札に加えることができるぜ。うん強いな、さすがに。あてかこれ気づいたわ、これ黒の魔導陣使ってからドローしたら確定やん。俺なんでそれしなかった。あれちょっとこれうんこみたいなプレミしました、これこれ。だから黒の魔導陣先使ってトップ見て2ドローしたら多分これ確定だね。うん間違えたね、まあいいや。言うてまあ盤面はできてはいるから一応なんか結構ガバガバプレイ、ちょっとさっき作ったらいけないんで許してください。カルテシアと
それからマジシャンズソウルズで融合か。で2体はまあどうでもよくて、まあ、一旦グランギニョル出す。でグランギニョルの効果、グランギニョルは、クソラデッキデッキからレベル6以上の光闇属性モンスターを墓地に送ることができるため、これでエルシャドールアップカルトがいう街宇宙最強モンスターを墓地送って、宇宙最強モンスターの効果を発動するぜ。宇宙最強モンスターの効果によってシャドウルークを、手札に加えて、さらに手札を一応墓地送る。 OK。 そして、まあ、一応これ、あ、これ墓地から蘇生もできるのか。まあ、蘇生したところであんまり強いモンスターは基本的にはいないよな。ということで、まあ、2体でマスカレーナかなんか作っといてエンドしますかね。はい、マスカレーナ、これあれだな、だからあの順番結構大事だな、カード発動する順番。1回ジン発動してソウルズ出して、で2枚ドローしてみたいな順番でやっていくと多分、一番理想ムーブできるのかな、多分な。まあ今でも十分強いだろ、これ十分強いだろ。そんななんかこねくり回さなくても勝ちだ、勝ち勝ち。シャドウルークであのミドラッシュで出てくるんで、であのルシエラで相手回路地できるし、でリトルナイト出るしでブラマンチ蘇生できるし、俺これもしかしてさ、これブラックマンシャンデッキのくせにすごい妨害数あるんじゃない。ホワイトリンカーネーション、お魚デッキだ、俺出たお魚デッキ。シャドウルークで、まあ実質無限妨害、召喚特殊召喚1回だけにするやつね。でさらに、ブラックマンシャンで除外、ルシエラで破壊、でリトルナイトで除外と。でこれブラマンジデッキのくせになんかものすごい量の妨害あるのよ、めっちゃ強いんだけど俺。とりあえずちょっとホワイトサーディの効果にはね、あのチェーンストケットおばあちゃんが言ってました。はい。でシャドウルークの効果、自分の墓地から、あ、これ新イラスト、ちなみに頑張って当てましたのでご覧ください。うわっ、エルシャドール、ミドラッシュバックダウン。うわー、かわいい。はい、一旦に1回までお願いします。特殊召喚。やっぱそんなあんまりね、特殊召喚とかそんな連発するの良くないと思うんですよね。なんで基本的に特殊がその1回まででお願いします。はい、あデッドリーフはどうぞ。まあ、まあまあ抗ってくんじゃん、まあまあの抗い見してくんな。デッドリーフはちなみに一応、お魚を墓地に落として、でお魚で除外されると相手のターンにシンクロ召喚とかできますね。シフはまあできないんだけど、エルシャドールミドラーシュがいるからまあできないんですけどね。はい、どうぞ。で、まあ、一応メインフェーズ終了前、これいつでも出るよね。はい、で、ぶん殴られました。ルシエラ打ちます。で、ルシエラは、相手の盾を2500下げて、で、0になったら全部破壊するっていう最強効果。はい、何も起きなくなりましたね。大丈夫でしょうか。で、メインフェーズ終了前、A の魂の効果を発動。うおっ、現れろ、ブラックマジシャン、キュイー、俺のキングなんて最強のしもべ、ブラックマジシャン爆弾効果、お前のホワイトリンカーネーションは除外させてもらうぜ。残念だったなっていう、このデッキもしかして最強デッキ爆弾したかこれ。いや、やっと揃った。ちょマジでこれ問題点はトイボックスが揃わねえってことなの。トイボックスをサーチするカードが欲しいわ。トイボサーチがめちゃくちゃ欲しいところはある。結構やっぱその再現性がないね、なんか使ってる感じ。割とでもトイボックスとソウルズがなんか決まったときはめっちゃ強いんだけど、まあなかなか決まらないって感じだね。まあ無限保養とか裏のとかいろいろあるしね。まあただソウルズはコストで食ってくれるんで、まあ、トイボックスたちが、あ、トイボックスというかトイモンスターたちが出てくってもらえるのはまあ割とありがたいかな。ああ、でマジシャンズソウルズの効果発動、ブラックマジシャンを墓地に送って特殊召喚したい同時。うわー、じゃあ、あんま関係ないけど、これ、通道するか。墓のですね。増殖されました。ありがとうございます。私の手札の増殖が、アルティメット腐りました。ありがとうございます。無限抱擁だけ、マジでやめて。無限抱擁だけ、ほんまにやめていただきたい。さあ、これにより、こうして、で、さらに、マジシャンズソウルズの効果を発動。マジシャンズソウルズの効果により、遠いタンクと遠いソルジャーを墓地に送ることによって2枚ドロー、強すぎで、やべ、あ、全然強くなった全然強くね、シャドウルークめっちゃ引いた、全然強くなった。で遠いタンク、はい、これはちなみにあの後からサーチしたかったカードなので本当に意味がないですね。一切何も引かなかったと同じです。これは
で、トイソル、まあ、一応トイソルジャーの効果でサーチだけ入るんで、まあ、それは強い。これ超関係使わずにこんだけモンスター展開できたの強いけどな。普通にこれ一旦ウーサ出すとかできるからね、これね、普通にね。はい。で、これトイボックスが一応セットカード守れるんで、これウララ入れるのも結構、あ、ウララじゃないと、ウーサ入れるのもまあまあありっすね。なんかリンク値どうせ出るんだからみたいな話ある。一応あのニビルケアできるウーサダチャー。ああ一応ね。で、カルテシアと、ソウルズでいいか。でこうしてでグランギ出すでしょ。でグランギ効果あれだね、あのリンクリボー残すとかもできるね。手札の、マジシャンのソウルズ融合サインしちゃって、あのグランギによる出して、でなんだ、自分の、盤面のボンサー残しといて、なんかマスカレーナとリンクリボーと、グランギによるみたいなこともできるね。まあ、一応カードセットしておいた方が基本的にはね、トイボックス結構強くてさ、実は隠された効果で、なんかその相手がモンスあの攻撃してきたら、なんかセットカードを墓地送ってなんか相手のカードを破壊するみたいな効果あるんですよ。これがね意外強くて、そのなんかね、あのあ、ミドラッシュにぶん殴ってきたモンスターとか破壊できるんですよね。ミドラッシュって打点がキックとが問題点で、一応その殴られてから展開されるっていう恐れが一応あるんですけど、まあ、それをね守れるっていうのはねめちゃくちゃ強い。ドラゴンメイドチェイム、なるほど。これあれですね、あの出てきた瞬間に、出てくるっていうか出てくる瞬間にこう打てばもうこれでミドラッシュ適用されるから。ドラゴンメイドシュトラルってあれ確かあれなんだよね、無効にするときあれなんかエクストラ的からドラゴンメイド出さないといけないから、もうミドラッシュからだと使えないんじゃない。っていうか多分ね、これね、ちなみにこれチャドウルークの隠したところによって、闇属性モンスター墓地送れるんですよ、これ追加効果で。これワンチャン融合できないはあります、結構相手。はい。で、カード墓地送ります。まず、ね、闇属性なのでこれ暴行なるじゃないですか。ワンチャン、まあ、融合出てくるかどうかな。あとは出てこない。出てこないわけですよ、そういうこと。これシャドウルークの隠したところから、これミドラッシュ出すだけじゃない。さあどうする。ちなみにモンスターを出してぶん殴ってこようとしても結局トイボックスによって阻まれると。あ、なるほどね。これクエリティスとかでもいいな。今さ俺あのルルバリリス入れてんだけど、これ クエリティスとかでもいいね。融合モンスター、ここは変身しなくてもいいけどな、別に。またミドラーシュ殴ってから展開しようの話だと思うんですけど、これトイボックスの効果によって裏側のカードを墓地に送ることによって相手のモンスターをぶっ壊すことができて、でこうするとミドラーシュが守られると強で、セット終了だったらメインフェーズ打っちゃっていいか。でここからリトルナイト出して、一応ねグランギニエルはあの何でしたっけ墓地からでも効果発動できるんで、ね、変身ができるんで。はい、あ、抹殺かい。 OK、 了解了解。であるならば、まあ私のターン入ってあとは、まあ、打点を作ればいいんですけど、これ、すごいところはトイボックスなんと単1はあるんで、1ターン1度の制限はあるんですけど、別に毎ターン使えるんですね。なので、まあ、イリュージョン・オブ・カオスの効果使って、まあ、とりあえずまたソウルズを持ってくるわけですよ、これ、こうやって。ソウルズ持ってきて、で、なんか適当に返して、カードを。で、てかミドラッシュの制約が あまりにもうざいという話があるので、でここで、一回ミドラッシュをどっか行かせて、でこれで自分だけ展開する構えを、ぶちかまして、でソウルズを、特殊召喚していくと。まあ、ほぼ犯罪みたいな動きするんですけど、まあ、ブラックワイシャーも落ちているので、まあ別にディアベルスとかでいいかな。はい。でディアベルス送って特殊召喚、はい。でトイボックスの効果発動して魔法トラップゾーンの、にカードを置きますよと。ほい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 。で、さらにソウルズの効果によって2枚ドローして、はいはい
マイターン2枚ドローしながらモンスター2体展開しても強すぎないこれ。これまあまあ犯罪チックな動きじゃない。そしてドロー2枚ドロー強くない。俺の2枚ドローが強いだろ。でこう、はい、でこう OK で、トイストロの効果なんかあんだっけ。もんだ、あ、そうか、トイボックスね、はいはいはい。でトイボックス加える、でジン発動する、はい、あ、でサルベーションも加えていく。でさらにサルベーションの効果も起動していく。サルベーションによって永遠の魂をセッティングしていく。おい、そしてやべえ、ちょっと待って、あんま時間ねえなこれ。ディアベルスター蘇生してクソ適当アクセス出して、まあ、こんな感じか。はい、なんか打点は足りてるようなのでこのままぶち殺します。はいはい、対戦ありがとうございました。いやーこれね、マジでね、ソウルズとトイボックス揃った時はマジで強い。うわー、これ先行欲しかった、人生すぎる、あまりにも強い。いやでトイボックスとソウルズが揃うことなんかあんまな、まあ言うて結構入れてはいるんだけど、なんかトイボックスが引けないから結構あんまないので、割とそれはですね、ジャンクコンバーティングですか。やばい、これ無敵のジャンクスピーダーがこれ登場するやつだな。これシンクロンキャリア誰、ジャンクシンクロン、はあ、なるほど。さあジャンクシンクロンの効果で謎のカードが蘇生されて、こっからのアルティメットスピーディング展開が始まるやつか。これやばいな。まあ、一応見るか、一応見るか、何もできなそうだけど。うわ、ジャックスピーダー効果デッキからシンクロンをチューナー、シンクロンチューナーを可能な限り守備表示で特殊召喚。やけくそすぎなんだよこいつ効果。うわこれあれか、うわ出た、ハイパーライブラリアンだ。ドロー型か、ドローハンデス型とかですかね。やばい、これありえん量のドローされてる、やばいかもしれん。そしてライフストリームドラゴン出てくるの、これもしかするとやばい方のハンデス型とか何、制圧型じゃないタイプのもしかするとシンクロンなのかもしれねえ。これは俺は知っているぞ。なんかシンクロクリードとかいうカードによってちょっとだけ強化されているということを知っている。まずいことが起きたで、非常にスターダストトレール。うぬぬぬ、うわこれシンクロオーバートップなんじゃねえかな。ブラックローズドラゴンどうぞ。ブラックローズドラゴンの効果によってフィールドのモンスターが全部ぶっ壊されるけど、ライフストレドラゴンは装備カードを除外すると一応破壊か耐えるみたいな効果ありまして、はい、で全部なくなりますよということになる。でまあこからなんだけど、シンクロオーバートップが発動されて、で自分の墓地からやばい。これリミットオーバーアクセルシンクロっつってシューティングクエストドラゴン出すのめっちゃかっこいいと思うんですけど、多分ねこれね僕違うと思うんですよね。これさあホイールシンクロンの効果発動っつってレベル下げるんだろう、どうせそれ。いや知ってんだよこれ。いやこれ知ってるぞ、これ知ってるぞ、やばいぞ、急シンクロだ、まずい。うわリミットオーバーアクセルシンクロー、ウォー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 、やっぱりな、だと思ったな、だと思ったな、マジでキモすぎるだろ。リミットオーバーアクセルシンクローしてアーケティス出てくるのマジキモいよこれ、クソすぎる。ユーセイじゃなくてじいちゃんだった。